師走の大井に砂の校舎が集まります。ダートレースの総決算、東京大賞典。人気と実力を兼ね備えたナイスネイチャー、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。エルコンドルパサー、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、2大ダート戦覇者スマートファルコン1番人気です。馬を持して連覇に挑みます。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのはスマートファルコン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、11番並びかけてきた、マヤのトップが並んできた、その外並んで15番、そのうち並んで塩野と10番、水槽メジロマクイーン並びかけてきた、少し離れて3番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。続きましたマヤのトップガン、そして外目を引き出しては10番、さらに塩野と、すぐに続いて15番、11番、水槽さらに3番、それを見るようにメジロマックイーン向こう正面に入って、先頭はスマートファルコン、順位を振り返っていきます。スマートファルコンまだリードをキープしています。続いてマヤのトップガン、少し離れて15番、すぐに続いて塩野と、そしてその外から行ったのは10番、少し離れてメジロマックイーン、少し後ろから11番、さらにその内からは3番、少し離れてナイスネイチャー、さらにその外からはエルコンドルパサー、その後ろにハマモクロス7番、水槽、それを見るように松金フクシタル、みんなが待ってる。みんなファルコだよ、ありがとう、ありがとうね。それじゃあ行きます。そして外目を突き出しては12番、後方2番手に6番、4番、最後方からという体勢であります。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。最終コーナーを曲がって、最初に駆け抜けてきたのはスマートファルコン、200を通過、マヤのトップが追いすがる余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝負だ。スマートファルコン、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ、スマートファルコン。年の瀬の大一番で見事ダートチャンピオンの栄誉を手にしました。2着はマヤのトップガン、3着はヒシアマゾン。